どうも、たくまいばたけおです。今日もよろしくお願いします。今日は久しぶりにウイスキー情報ということで、何の情報かというと、まあいつもやってます、僕がよく買う楽天での10月の4日から10日の1週間、まあ10月前半ですね、の売れ筋ウイスキーの今日はベスト20を発表しようと思っておりますね。20本いくんでちょっと時間がかかりしそうなんで、さっさとやります。で、何か飲みながらじゃないと僕もなかなか進まないんで、今日はジョニクロです。これをハイボールでいただきます。ジョニクロはね、結構ハイボールにされてる方、水割りとか多いんじゃないかなと思います。なかなかいいですよね。ほのかなというか、スモーキーさがしっかり効いてて、お値段的にも結構安いんで、なかなかデイリーウイスキーとして非常にいい一本じゃないかと思います。ジョニーウォーカーブラック。はい、ではまずジョニクロハイボールいただきます。美味しいな。ジョニーウォーカーハイボールいいっすね。食事の時に水割りとかハイボールで僕も結構飲むんですけど、おすすめですね。はい、では早速ランキングいきます。まず20位、オールドパー12年、2604円っていうことですね。まあオールドパーもピンキリありますけど、まあ一番買いやすい部分の12年、定番品ですね。これが20位に入っております。美味しいです。はい、そして19位、ロイヤルサルート21年、8950円です。このロイヤルサルート21年はエリザベス女王2世ですかね、即位記念で作られた、ブレンディットウイスキーになります。で、あまりにも美味しいということで、限定品にはもったいない、定番品にしろという声が上がって定番になったということですね。まあ、シーバスリーガルの上位互換みたいな感じのロイヤルサルートです。そしてこの8950円は安いです。このロイヤルサルート21年にしては1万円ぐらいじゃないですかね、普通。はい、じゃあ18位、アードベック10、4378円。はい、定番アードベック入ってきました。アードベックはやっぱり定番ですね。しかし意外と順位が今週は低かった、アードベックあたりが18位ということは、上位は何なんでしょう。まあね、大体毎回この楽天のランキングすると、割とやっぱジャパニーズが上に来たりする傾向はあります。はい、しかしアドベック今回は低い。そして17位、グレンリベット12年、3080円。安いですね。あ、3050円です。うん、やっぱりお値段でしょうね。リベットは、ザ・グレンリベットはやっぱりコスパ最強じゃないですか。あれだけしっかりバランス取れて美味しい味わいで3000円っていうね、これはもう値段で売れてると思います。はい、そして16位、マッカランダブルカスク、6699円。はい、これはね、多分マッカランの12年のシェリーオフカスク、あれが今手に入りにくくなって値段も高騰してるじゃないですか。だからとりあえずマッカランをっていう方は、こちらのね、ダブルカスクとかトリプルカスク、マッカランクエストですかね、この辺に、まあ大体こう6000円前後で買えるもの、6000円台とかで買えるものに人気がちょっといったのかなというところのランキングです。そして15位、イチローズのホワイトラベルで
3828円。はい、こちらもね、あの言わずと知れたイチローズモントの中でも唯一、まあほぼ唯一ですね、あのなんていうんですかね、継続的にしっかり、生産されて出されているワンドブレンディッドウイスキーですね、こちらが入っております。そして14位、マッカラン12年シェリーカスク8690円。まあ先ほど言ったやつですね、8690円になってますよ、楽天でさえ。もうもっと上がりますね、これ多分しばらくは。もうちょっとね、落ち着かないかなと思うんですけどね。僕はね、去年買ったんですよ。まあこんなに上がるとは思ってなかったんですけど、マッカラン切れたんで、一本買っとこうと思って、去年買ったのが、確かね、まだ6000円台だったと思いますよ。8690円ですもんね。ちょっと今のうちに買った方がいいかもしれません。はい、では13位、ラフロイグ10年です、4299円。まあアイラといえば先ほどのアールベックとラフロイグ、やっぱりね、2大巨頭じゃないですけど、まあ3大巨頭ですけど、本当はあのキルダントン3兄弟ですよね。まあなんですけど、ラフロイグとアードベックは人気ありますよね。やっぱり個性が強いウイスキーの方が人気あります。いやー、しかしジョニクロ美味しい。これもね、今日僕一杯目なんですけど、めちゃめちゃ美味しいですね、やっぱり。はい、では12位、余市4884円です。はい、マッサンが余市に作った余市蒸留所でできる余市ですね。まあ4800円、定価、ほぼ定価かなですよね。まあ余市宮城郷は手に入りやすいですね、比較的ね。まあまあ楽天とかで見かけたら僕は、ね、1本は持ってますね。はい、では次11位、山崎ノンビンテージです、9000円。こちらはもうすでにプレネですね、倍ぐらいになってますね。それでも余市より売れるという、僕はねプレネでは買わないようにしてます。まあ大体山崎と白州はコンビニですね、あのミニボトル、もしくは僕がよく買うところで時々抽選販売があるんで毎回応募はしてます。なかなか当たらないです。はい、ではいよいよベスト10を発表します。第10位、グレンフィディック12年、3300円。はい、ザ・グレン・リベットとグレン・フィディック、まあ何でしょう、僕のイメージではシングルモルトの、2大入門編売れ筋っていう感じですね。コスパ最強2大巨頭みたいな、そんなイメージで僕も常に1本ずつ持ってますけど、こちらの12年、3300円ですよ。でも安いですよね。またね、飲みたくなる一本でございます。はい、では第9位、山崎12年、2480円。はい、プレネです。僕もね定価で買ったの1本持ってますけど、なかなかね次を買える当てがないんで、なかなか進まないですね。開けて飲んではいるんですけど、次いつ飲もうかみたいな感じになってしまいます。なかなかプレネ以外では買えないこの山崎の12年、2万円でも楽天で9位ということで、やっぱり山崎人気凄まじいです。はい、では第8位、チタ3498円です。チタはねまだあの定価で買えます。
下は山崎と同じくサントリーの、シングルグレーンウイスキーになります。知多蒸留所で作られるグレーンウイスキーですね。グレーンウイスキーはグレーンウイスキーでやっぱり良さが美味しいんですよ。まあ、チタもね最近ちょっとまた手に入れたんで、またそのうち改めてやりたいなと思ってます。はい、第7位竹鶴ピュアモルト5980円。はい、こちら1000円ばかし高いのかな、定価で。竹鶴は僕がいただいた17年のミニボトルしか持ってませんけど、欲しいんですけど定価になかなかならないですね。竹鶴もなんか微妙に高いんですよ。これもだから5900でしょ、約6000円、ちょっと高いですよね。なんかこの辺がいやらしくてなんか買う気になれないですけど、まあ、そのうち買っちゃうかもしれません。はい、では次第6位ボーモア12年3102円です。まあラフロイグとアードベックを抑えて、実はねアイラのウイスキーではこの第6位のボーモアが一番上です。あ、ネタバレしちゃいましたけど、これ以上上位はアイラはもうありません。ということは僕の好きなラガブーリンはランク外だったということになりますけど、まあね、やっぱりアイラでも癖が強いアードベック、ラフロイグっていうのはやっぱり根強いファンっていうか、もうコアなファンがぐわっといるんでしょうけど、やっぱりアイラ入門編、飲みやすさ、ボーモア12年っていうところなんですよね。で、時々言われるのがアイラを一回りしてアイラの強烈さにガツンと来た時に最後に帰るのはボーモア12年って言われましたよね。なんとなくわかります。僕もハイボール選手権アイラをやってて、ボーモアの優しさになんかほんわりと包まれる時があります。ボーモアはボーモアで美味しいですよね。はい、はい、次第5位響きブレンダーズチョイス13189円。はい、こちらもちょっと乗ってます。まあ、定価1万円ぐらいですもんね。3000円ちょっと高い、それでも売れる響き。まあ、先日響きのジャパニーズハーブに飲みましたけど、定価ならまあいいんじゃないかなと。まあブレンダーチョイスもそうなんでしょうね。1万3000円はちょっと高いなと正直思ってしまいます。それでも売れるジャパニーズウイスキーの強さすごいです。はい、では第4位フロムザバレル3638円。はい、こちらも1000円ほど乗ってます。フロムザバレルは前の動画でも言ったことあるんですけど、2ヶ月に1回ぐらいかな、もうちょっと頻度あるかもしれないですけど、アマゾンで2600円ぐらいの送料無料で箱なしですけど売られますんで、そこをチェックしとくといいですね。僕はフロムザバレルを毎回急いで買います。2600円送料無料で、まあそんな感じですね。はい、ではいよいよベスト3いきます。第3位なんとタリスカー10年3498円です。これはね、なんで3位に入ってるのか。まあね、美味しいですけどね、タリスカー。しかし3位ですかと思ったんですけど、意外とね、タリスカー今度ボトルがデザインが変わるんですよ。で、日本はまだ変わってないみたいなんで、旧ボトルが好きな方が買ってるんじゃないかなと思いますね。はい、今度の新しいボトルも写真があればちょっと載せますけど、なかなかかっこいいですよ。僕はまあ
あんまりそういう旧ラベルとか、いうのには興味がないんですけど、味わいが変わるかだけが気になります。まあ確か10年持ってるんで、新ボトルが入ればまた飲み比べもやってみたいなと思っております。はい、では第2位です。第2位はバランタイン17年4644円です。はい、僕の大好きなバランタイン17年が2位です。やらせではございません。やらせなんかやりようがないんですけど、はい、本当にね売れてますね。やっぱりザ・スコッチ人気は結構ね、ベスト10をやると大体入ってますもんね、どっかに。で今回は今週は、たまたま2位だったっていうこと。1位にはなかなかなれないんですけど、2位は素晴らしい成績だと思います。まあ、4600円でね、あの味が飲めるのはなかなかないと思います。もうやっぱりあのブレンディットスコッチ中のブレンディットスコッチだと僕は思っておりますので、改めて皆さんにお勧めします。僕の一押しのブレンディットです。はい、さて1位ですけど、皆さん何だと思いますか。ちょっと飲みながら考えたいの、ここまで来て出てきてなくて1位っぽいもの、皆さんは頭に浮かびましたでしょうか。はい、当たってる方結構いると思います。では楽天調べ、10月4日から10日10月前半の売れ筋ウイスキー第1位は白州ノンヴィンテージでした。素晴らしいです、白州大人気です。白州なんか最近山崎より白州の方が人気があるかもしれないですね。今年は白州はいろいろあの限定品出しましたので、そういう影響があるのかなとは思います。僕もね、僕も実は山崎より白州の方が好きだったりするんですけど、まあね、あのそのうちそれ飲み比べとかやりたいなと思ってますけど、白州のヴィンテージが1位ということで、まあ今回ねこういう結果でございました。まあまあなかなか、はい、全体を見ますと、ジャパニーズがやっぱ強いですね。10位以内に6本入ってます。で10位以下でも、3本入ってますね。そしてあとはねほぼ全部、スコッチなんですけど、スコッチの中でも本当スコッチが入ってないですね。ジャパニーズとスコッチばっかりです。ブレンディットはロイヤルサルートとバランだけですね。あ、シングルモルトの方が人気があります。やっぱりあの何ですかね、ブレンディットとかは結構全国どこの酒屋に行っても置いてますけど、シングルモルトはやっぱりそのこだわりの酒屋じゃないですけど、よく物を置いてるところじゃないとなかったりするんで、ネットで買うのが多いのかなっていう気もちょっといたしました。はい、ということで今日の匠の場だけはこちら、ジョニーウォーカーブラックのハイボールを美味しくいただきながら一杯飲んじゃいました。10月4日から10日の10月前半の楽天市場、楽天市場ですかね、のウイスキー売れ筋ランキングベスト20を発表しました。あ、すいません、最後になりましたけど、あのビッグボトルとかまとめ買いとかそういうのを除いてます。くじとか、特殊なのを除いて単品だけでやってます。はい、ということで白州のノンヴィンテージが一番売れてましたという結果でございました。
いかがでしたでしょうか。何かの参考になればと思います。一応リンクは全部貼っときます。はい、ということで宅飲み場竹尾、毎日こんな感じでウイスキー情報、ウイスキー発信、僕の個人的なテイスティング動画、いろんなことで遊んでおります。ウイスキー好きの方、お酒好きの方、ぜひぜひチャンネル登録していただいて、一緒にウイスキーライフ、お酒ライフ楽しみましょう。 Facebook と Twitter もやってます。フォローよろしくお願いします。はい、ということで今日のお宅飲みはこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。